秋田市立赤レンガ郷土館は、秋田県秋田市にある市立の郷土資料館、美術館である。旧秋田銀行の本店として1912年に完成した赤レンガ館をメインに、新館、収蔵庫及び少し離れたところにある文館、秋田市民族芸能伝承館からなる。赤レンガ館の館内は、かつての銀行時代の面影をよく残しており、旧書庫では、銀線在庫など、 秋田市の伝統工芸品が常設展示されている。また旧会議室には重要無形文化財保持者の探検家、関や資郎の記念室があり、自宅アトリエが再現され、作品などが展示、紹介されている。新館では秋田出身の版画家、活平特使の記念室があり、郷土の自然や風俗をテーマにした作品が特使の生涯や業績とともに展示されている。 文館にあたる民族芸能伝承館は赤レンガ館と共に大町通りに面しているが、間に関東大通りを挟んでおり、赤レンガ館との間には歩いて5分ほどの距離がある。正面に大きく関東の大赤が展示されているのが特徴の建物である。内部は吹き抜けとなっており、1階では土崎新名社祭の引山行事で使われる梨や太平山、 三吉神社の梵天祭りの梵天の展示が、2階では秋田市の民族行事と芸能が紹介されている。また建物の吹き抜けを活かし、関東を上げる体験も行うことができる。ぶり流し館に隣接する。建物は、ひ屋一棟、土蔵一棟から構成され、四指定の有形文化財である。江戸時代後期の昇華の様子を伝える伝統的な建物として、2005年から、 公開開始された。重要文化財としての指定名称は旧秋田銀行本店本館となっている。ありがとうございます。